中国経済ガチカウントダウンの時間がやってまいりました。皆様楽しみにされてた方も多いと思うんですけれども、本当ね、人民の皆様にとっては悲劇以外の何者でもない。本当にね、一刻も早くね、チャイナの民主化を願いながらね、本当に頑張ってほしいなと。人民の皆さんね、本当に盾植えたるものよ、今ぞ時は来たという感じでね、本当のリアルガチインターナショナルの時期入ってきたなと思うんですけど、今日ね、シュープレニュースね、アメリカにいながらシュープレニュースゲットしたんですけど、人民の皆さんの声が載ってたんでね、ご紹介したいなと思うんです。で、この記事ね、中国ずっと不動産バブル崩壊のエグすぎる現場、中国経済が崩壊する日本への影響はというね、記事なんですけれども、にわかに中国経済崩壊論がね、盛り上がってきたということで、経済ジャーナリストの高口康太さんという人がね、取材してきたみたいなんですよね。で、それによるとですね、俺のマンション半額になっちゃったよ、どうしよう、ため息混じりでそう話すのは中国人の S さん、30代、雲南省の農村出身ながらも南関大学に合格し、卒業後は外資系企業を含めいくつかの会社を渡り歩いた末に、今は深圳の貿易会社に働いているというと。詳しくは教えてもらえなかったが、月収は3万元、約60万円に近いようで、ど田舎出身を感じさせない、おしゃれなシティライフをエンジョイしていた。富裕層とは言えないが、勝ち組の部類に入り間違いない。ただ、そんな彼の月収をもってしても、歯が立たないのが深圳のマンションの価格だと。1億円程度では古くて狭いマンションしか買えない。そこで S さんが手を出したのは、広東省慶州市のリゾートマンションだったと。で、このマンションがですね、第二の深圳になるって煽られてこの人買っちゃったんですけれども、この2年でですね、不動産価格はずるずると下落し、今では周囲にある同条件の物件の価格がほぼ半値になってしまったということで、これやっぱ痛いですよね。何回も私この動画でも皆さん解説しましたけれども、習近平がどうして法的整理ができないかっていう問題ね。この S さんね、慶州にね、第二の深圳になるという宣伝を信じて慶州にマンションを買ってしまったこの S さんが、至る所に出ちゃったらどうすんのって話なんですよ。法的整理やると半値で済まないかもしれないですよ。半値とか4分の1とかね、こんなのがもうそこら中で出た時に、とこの怒りね、お前もやられたのか、俺もやられたんだ、ふざけんな習近平ってなるかもしんないじゃん。なので法的整理ができないという話なんですよね。で、これ恒大のマンションだったみたいですね、記事を読む限りね。で、他にもですね、この税の話は転がってるんですけれども、チャイナ全般的にですね、不動産バブルの崩壊っていうのはね、今まで弾けないっつって煽ってでっかくしすぎたためにですね、崩壊のね、マグニチュードっていうのは半端ないということでございます。それからね、高口さんの記事ね、こんなん書いてありますよ。私も社長だったんです。以前深圳で乗ったタクシーの運転手との会話を思い出す。その男性はもともと人民解放軍の兵士で、80年代に深圳に駐屯、除隊後は内装会社を始めた。新しいビルとマンションが次々と建てられる高度成長の波に乗って、会社は大きくなったが、競争が激しくなると技術のない会社は生き残れない。結局会社は潰れました。今はしがないタクシーの運転手です。中国の発展のために身を粉にして働いてきたのに、私の人生は何だったんでしょうねと身の上話を延々と聞かされたが、ふと窓の外を指さして、向こうにでかいマンションが見えるでしょ、あそこに部屋を持っているんです、私と息子夫婦と2つ、価格1つ2億円ぐらいですね、ガーッと予想外のオチをつけてきたのだということなんですけど、この人が持ってるマンションも多分今は倍も知ってるかもしれませんね。会社潰れたけどマンションで儲けたからセーフだぜと思ってたらアウトということになりかねん。で、法的整理をやるとこういうのがもうバカバカ出てくるので、恐ろしくて手つけられないってなんとなくわかりますよね。なのでもうバブルを延命するしかないということでね。いやー、これ悲惨だなと。で、これ無理なんじゃねえのってもう海外が思い始めててね、人民元が売られてるというニュースが入ってます。これね、ブルームバーグのニュースなんですけれども、人民元タイドルで07年以来の安値、中国経済めぐり悲観的な見方強まるということで、7日の中国本土市場で人民元がドルに対して下落し、16年ぶりの安値をつけた。どん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 ということです。中国経済と金融市場に対する悲観的な見方が広がっているということで、そりゃ広がるわな。もう超ミクロでさ、さっきのね、一番最初のその雲南省から出稼ぎでね、マンション買った S さん騙されてね、2年間だだ下がりで半値になっちゃったみたいなね、人からさ、そういう本当にもうチャイナの一般のね、一般国民からチャイナの金融機関企業経営者並みにですね、それを外から見てる我々まで何もいいもの見えませんよね。ね、これどうやってこれ直すんだろう、これ復活するんだろうって、何も道筋見えませんよね。なので人民元売りって感じなんですよ。でも習近平はバカなので、だって売られたらですね、為替介入でね、撃退しろみたいな、多分投げ払えってやると思うんですけど、多分ね、腐ってますね、早すぎると思います。チャイナが今あれですよね、外貨準備もすごい減らしてるのね。これ為替介入使ってるかどうかよくわからないんですが、これ厳しいんじゃないかなということで、オフショア市場でもですね下がってます。チャイナの本土でやったらオンショアとですね、香港とかね、ロンドンとかでも取引してるのかな、そういうオフショアがあるんですけど、このオンショアとオフショアがね、乖離しすぎるとオフショアレートがね、闇レートみたいな感じだと、こっちが本当だろうってみんな思っちゃうんで、乖離しないように為替介入したりとかやってるんですけど、どうも限界かなということですね。今週やっぱ元の売りが膨らんで、チャイナのね、当局が定めてるこのね、レンジがあるんですけど、この加減までいっちゃうこともよくあったということです。これしばらく続くんじゃないかなというか、解決策が全然見えてこないということで、この問題ちょっと深
いなと。まあアメリカにいるんですけどね、チャイナの問題をちょっとね考えてみました。ということで今日の内容面白いなと思った人はぜひね高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。